ジオ全然漫才のコーナーでございますけども、今回ね、まあ、四国やったでしょ、はい、まあ、大阪にもまだまだ近々いっぱい持てない子がいるんですけども、はいはい、今回は九州に行きました。遠いとこまで。これ字見て危ないやろ、字写真も危ない宮崎君29歳でも今までの、あの、今までとはちょっとちゃうで。かっこいいんか。え、どこが。あね、悲しいねん彼は。どんな悲しいか知ってるか。知らんがな、そんなこと呼べへんねん。もう九州でモテない君のオーディションがあると知り、ペンを取りました。おうおう、僕ももう29歳になり、周りの友達はみんな結婚し、と僕は一人ぼっちになってしまいました。友達といっても10年以上も会ってない人たちです。友達もらへんねん。おい、彼女探す前友達探したね。彼女見つける前に友達文通相手がなんかペンフレンド募集したね。ペンフレンド、どう思う？会ってみないと分かんないけど、ちょっと点数低いかな。じゃあ見ましょうか、はい、九州の宮崎くんです、どうぞ。モテないくん、モテないくん、モテないくん。こんにちは、まっちゃんです。今日はですね、北九州のスペースワールドにやってまいりました。九州のモテない君です。それでは登場してもらいたいと思います。福岡からやってきました宮崎君、どうぞ。こんにちは、宮崎君、うん、全然友達いないの？いや、全然おらんです。今でもいじめられてるんだって、はい、会社で、はい、友達いたんだよ、会社の人に、はい、したら何だって？嫌われ君に出るとか。嫌われ君、はい、モテない君だよ、この番組。はい、なんか勘違いしてから、うん、危ない君に出るとか、とか危ない君とか嫌われ君とか、風に広まってる。失礼ですね。そんなことはないよ、うん、大丈夫、君みたいな子を立派な人に育てるから僕は、うん、君を改造してあげよう。お願いします。やっぱ一応君は九州の代表だよ、はい、代表だから、やっぱりもうちょっと一番自分のおしゃれなこの着てきてほしかったな、はい、すいません、これ宝物です。何が？これトレーラー。この服が宝物なの、はい、君の、はい、大二郎って書いてあるけど、これ堤大二郎。堤大二郎、あのレッツゴーヤングのサンデーズの時の、あの似顔絵を描いて、これもらったんで、プレゼントで。あ、プレゼント、はい、じゃあ普段はこれ着てないわけ？あ、これは部屋にちゃんと飾っております。飾ってある、はい、どういうところに飾ってあるの？あの壁にこう釘で、うん、あの釘箱を刺してから。これ虫食いじゃなくて？違う、これここに刺しとったんです。こう、あ、これ釘刺してる。はいはい、そう。宝物なんないじゃない。いや、そばちゃん、こう見守ってくれよるっていう感じがしてから、うん、なんか勇気づけられるって。勇気づけられる、はいはい、ちょっとギターが歌始めた、はい、うん、どんな歌歌うの？あの尾崎豊。好きなの？はい、僕似てるんです。似てねえよ、似てねえよ、尾崎なんか。いや、僕あの結構孤独で一人ぼっちなんですよ。あ、そういうとこが。人とコミュニケーション取れない、はい、あの尾崎豊に性格がすごい似ている、はいはい、もうそっくりだと思う。本とかも読んだ、尾崎の？はい。どうだった？あのなんか難しくて分からんやったです。何難しいの？本の内容難しかったの？いや、あの漢字が読めんやった。漢字が読めない。それでは行きたいと思います。じゃあ行こう、うん、今日は退日ということでゴールデンウィーク、いっぱい女の子がいるでしょう。はい、元気だし行こうな。はい、漫才なんですけど、モテない君九州やってきました。誰に電話してんの？え、誰に電話してんの？大阪の連れ。大阪の連れ。なんでこんなとこから、わざわざスペースワールドから電話しないだろう。用事があるから。用事があるの？ツッキョーコクモテない君の松田です。ちょっと切るよ、またかけ直すわ、ごめんな。信じられない。はい、今週九州のモテない君です。はい、大二郎です。あ、どうも。じゃあ、宮崎と言います。宮崎大二郎です、はい、バレーボールかなんかやってんの？いや、デルモです。何？デルモ、デルモってケチャップかなんかな。いや、ケチャップ、あ、ケチャップさ、それデルモってやっぱさ。ニワトリがいい。ニワトリ？うん。あ、この靴か。素足。え、素足のことニワトリっていうの、こっちでは。なんか綺麗な方ですね。何？綺麗な方ですね。いつの前みたいって言われた。いやいや、まだ綺麗。なんか褒めてんのかけないのかよくわかりませんけども、こちらの方はなんかニューハーフの方です。ニュー失礼なぁ。これ失礼だよね。それむちゃくちゃ失礼だね。あんまりだろお前。嫌い。タイタン、タイタン今日乗りに来たんでしょ、うん、ねえ、あの、うん、じゃあ教えて。あのね、どうしても僕は彼に成功してほしいから、望みがあるかないか、もう全くないのに、ただ単にタイタンに乗りたいだけならば付き合わないで。
ね、あ、なんか今の笑いはソ連ごたるですよ。ごたるか、なんかちょっと騙されてる。もう次行きましょう。なやこれ君。すいません、あのマンダラなんですけども、今彼女がいないんですよ。いない、それいないわな、だからモテなく出てんだもんな。はいはい、どげんですかね、僕のようなタイプは。え、今ですか、何、どこいたですか、はい、どこ、何、いや、どげんですかね、あ、どげんですかね、と、はい、彼氏いるの、いないでしょ、いないでしょ、そうでしょ、そんな失礼な、一緒にタイタンとか乗ってみる、これタイタンって体重制限あるんですか、どこから来たんですか、佐賀県大二郎、はい、大二郎くんと言います。はじめまして、はじめまして、大二郎、あ、正則です、あ、正則、はい、大二郎って書いてある、もう大二郎にしよう。街の風に引き裂かれ舞い上がった夢くずが路上の爪で寒さに震え揉み消されてく。おい、なんか喋ってる時となんか歌歌ってると全然全然違うな。おい、どうしちゃったんだよ。やっぱり尾崎に入ってるな、はい、そんなに苦しかった人生、はい、え、うつくもんだ、うつむだ、はい、顔うつむだ、はい、どちらからいらっしゃいました。ここで働いてるっていうかバイトしてる。え、バイト私服じゃない、これから仕事、もう今終わって、今終わったの。 大二郎くんと言います。大二郎、はい、どうも大二郎、あ、宮崎雅則と言います。宮崎雅則君と言います。あの、原田大二郎のですね。あ、違うです。え、堤大二郎。あ、ごめん、ごめん。彼氏いる？いない。いないの？はい。あ、よかったですよ。いないよ。はい、ね、もしよかったら、もしよかったら、ね、タイタン乗ったことある？ない、ないですよ。ない。あんな。やったですよ。一緒に乗りたいですね。初めてですか？はい。初めての。ああ。ですね、僕も初めてなんですよ。はい。なんか世界一だそうですよね。はい、景色がいいですね。はい、あ、景色、ああいう景色どこじゃないかって感じ。あ、いやー、来る、来る、いやー、やーっと来た、タイタン世界一、僕声出してました。すごかったです、ずっとギャーギャー。そうですか、いや、出すつもりなかったわというか自然と出てしまうですね。ちょっとこれヒゲがですね、武将ヒゲじゃないんですよ、あの、結構年が29なんですけど、あの子供っぽく見られるんですよ。これでちょっと大人っぽく見られたいなと思ってからちょっと生やしてみたんですけど、なんか失敗みたいですね。趣味、そうですね、やっぱりギターですね。ギターを尾崎豊の歌とかでね、歌ってモテるために、ギターば弾きゃちょっとモテるちゃねえかという感じで、まあ、見てくれは、あの、焦げナンパっていうか、まあ、人を愛する気持ちは誰にも負けんちゃう。もちろん大二郎くん盛り上がってる。はい、なんとか。本当かよ、はい、もう自分はあれでもう精一杯、はい、精一杯、はい、やるだけのことをやった。やったです。どっちの子に行くのよ。自分の手前の名前は、琴代さん。琴代さん、自信ある？頑張ります。頑張る、はい。君が作詞作曲してきたのね、今日のために。はい、それを思いっきり歌ってください。わかりました。洗っただけだとバイ菌が心配。キッチンハイター。
ふるさとの言葉で、田舎の地方の言葉で、まあ、大阪も大阪弁やねんけども、うん、なんかあのその人よくいい人に見えるね。ああ、それ言えるな。うん、だって東北なまりなんかみんな純粋に見えるもん。なあ、ほんま吉幾三さん、千正夫さん、高中義武、悪いやつばっかりやねん、ほんまは。九州弁もそうよ。なあ、うん。やっぱりでもだんだん見てるうちに、最初あれと思ったけど、だんだん見てるうちにいいかなっていう気になってくるんだけど。私もそういう気になりました。田舎の子でものすごいいい子やなという感じがしますよ。今日ええやろ、どうや、みんな、なあ、なかなかやろ、うん、いつもいいシャレなランバーいいやで。シャレなランバーいいやで。アリさん、アリさん歌ったらバイ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 。そうそうそう、行こいで行こいで、バイおいで、おいでやじゃない。うん、これはいいよ。うん、まともですよ。なあ、うん、もううまくできんじゃん。でも歌を歌えるっちゃ強いよ。うん、最初の出会いがさ、どっかで歌ってるとこだったらさ、うん、ポッとこういっちゃう感じよね。そうやね。だから僕もな、ギター今まで3本ぐらいのことやったけどな、1個も弾けへんかったから、今ピアノをな、うん、せめて1曲だけでもちゃんと弾けるようにって、ほんでうちの長女にね、家で教えてもらってんね。ほんだら横でうちの一番下の小学校1年のチビ、ここで俺が間違ったべ。俺間違って笑うな、パーンって3発目殴られたら頭にタンバリン乗せてパーン、おもろやないかお前。すごいよ、あこわいんだって。その場をどけばいいお前やったらね。笑い方腹立つで、あ、間違えたって笑うと、これ黙ってこう見て。自分もピアノ習ってるから1年生で、だから俺が間違うのはおかしいね。腹立つで、なんかやりたいね、楽器。うん、でも ギターとピアノあるけど、ね、家にもね、やりませんな。できへんね。ギターもやりたいけど、ね、今度5つぐらいしか教わりやねん。この年から縦笛やったらまたモテないけどなしな。では、結果見てみたいと思います。どうぞ。スペースワールド、愛のバラード、絶叫合格。はい、今日はどうもありがとうございました。彼がですね、自作自演の歌をあなたたちのうちらのどちらかに、歌います。もし OK の場合はそちらに下にありますシャボン玉を打ってください。もし NO の場合には水鉄砲で彼の顔をめがけて打ってください。よろしいですね。どちらになるかは分かりません。さあ大二郎どうぞ。琴代さん、琴代さん、はい、両方を取ってください。さあどうぞ。大丈夫。こんなオイラだけど愛を語らせてくれよ。シャレたメロディーに乗せて今君に水筒バイ、水筒バイ好きということです。さあ彼の歌に対して彼女はどう答えるか。彼女の答えは、ああ水鉄砲アウト。どうでしたか。すいません、どの辺が気に入りませんでした。いや、その気に入るとか気に入らないとかそういうんじゃないんですけど、うんうん、なんかこう合いそうにないかなっていうか、あ、フィーリングがちょっと合いそうにないかな。ちょっと違うなと。波長が合わなかった。ちょっと違うかなという。はい、はい、どうもありがとうね。はい、残念だったね。しょうがないか、一応頑張るだけ頑張ったけ。そうだね、はい、フィーリングがちょっと合わなかったって。マジですか。うん、まあ、しゃあないかですね。しゃあないね。だからまあこれから頑張っていきましょう、はい、ね。大丈夫。はい、ちゃんと帰れると思います。ちゃんと帰れる。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、どうもお疲れさん。はい。まあ後日松沢君に聞いた話ですけども、うん、やっぱり今画面に我々には見えへんものがあったみたいですよ。そういうのやっぱり女性感じてたんだ。感じてたみたいですね。まっちゃんの最後の言い方もなんか感じあったでしょ。なんか奥歯に物が挟まった言い方してたでしょ。なんかあったんです、いろいろ。そうなんでしょうね、うん、そういうなんかちょっと彼がやっぱそのなんか会社の中でね、やっぱこの間なんですけど、みんなから嫌われてると、友達が一人もいないっていうのは、彼が寂しい状況があるということと同時に本人にもなんか問題があったりしますもん。
ね、あのいじめいじめと言いますけども、いじめの方はもちろん悪いですけども、いじめられる側にも何か原因があると、うん、今放送されただけの彼なら問題ないもん、問題ない、今までの今日毎週出てるモテない子を比べたら一番、うん、そうそう、リーダーですよ、リーダー、うん、まあみんな集めたらね、今日は君らラッキーやで。